さあ、始まりました。リトルマスターズ R。早速、戦いから行きましょう。ジャイアンツジャッジャッジャーいやー、前回はね、はい、村長が生まれてたからね。そうね。よし行くぜーの、イェーイ、お、ジャッジ村長だからジャッジ。バトル最近続いてんな、バトル。頑張ってください。そうですね。頑張ってください。じゃあ、早速お題を引いてこれ。おいしそう。みのひかさん、あれですよね。なんか、一人労働が一回分多いから、大変ですよね。大変、大変。ずっとトークバトルしてる感じ。トークバトルし続けてる。チョマさんからいただきました。チョマでいいのかな？もしも。来た、もしもシリーズ。もしも触手が生えてきたらどうするんですか？どんな触手かにもよるからね。そうだね。みのひかさんは？ペンネームミノルさんからいただきました。なまってまななななまってな昔買ったもので一番古く今でも使っているもの、うん、なんかたくさんありそう。たくさんありそう。さあどちらが先に行くかな。うん、ここで考えない。じゃんけん最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ高校でーす。あ、出た。勝ったら高校。さあ、緑川さん、じゃあバトルスタート。はい、昔買ったもので一番古く今でも使っているもの、うん、そうですね。ないですね。うそ。何年周期ぐらいでなんか物が新しくなってるかにもよりますけど。いや、僕意外と新しいもの好きなので、周りに古いものがないです。え、マジですか？はい。え、はい。ちょっと、あれ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 、嘘もないの？あ、でもこれ嘘かもよ。本当も、あ、本当は使ってるものがあるけど、うん、でも顔は隠して笑ってる場合じゃないよ。はい、嘘しか言わないっていう。わーわー、本当に丸投げだ。じゃあバトルスタート。はい、もしも触手が生えてきたら。はい、生えてきたら。触手っていろんな種類があるじゃない、うんうん、あるある。みんながよく知ってるみたいな、うん、タコの足みたいなやつとか。それがみんながよく知ってる方の触手なの？あとなんかイソギンチャクの足みたいな、透明でどっちしろ海の生物なのね。そうそう。あと、うんうん、ツタみたいなのも、植物系も触手ではあるし。ほうほうほう、植物系。あと虫系とかもあるのね。あー、あるね、あるね。ただできればそれってさ、やっぱりそれぞれに合った用紙のものについてるからあの形なわけよ、結局は。タコだからタコに。そう、なんかスライムみたいな形だからああいうものが生えててもおかしくないけど、私にあれが生えてたらやっぱりおかしいでしょ。じゃあ生えてたらおかしくない感じの触手ってたらどんなことになる？できれば手が生えてほしい。あ、そうそう。だからそれは触手だから、うん、人間の手みたいにきちんと神経が通ってるわけじゃなくて偽物、その擬態なんだけど、千手観音的に手がバーって生えてれば、すごい便利。例えば、収録中に私は鼻が低いからよくメガネが落ちてくるんだけど、そのメガネを片手でちょっといい位置で押さえておきつつ、音が鳴らないように上手に台本を開きつつもう一本の手でカタカタ言わないように、刺してたらカタカタって言っちゃうから、ちゃんとボールペンを持っておきつつの収録ができるから。なるほどね。はい、そんなわけで、もし触手が生えてきたら仕事に生かします。ただし人の手形で。なるほど、わ、はい、かりました。はい、年末の忘年会では必ず網だとかそういう一発芸にもやります。あ、絶対やってくれるのね。一発芸にも役立ってね。それも結構仕事に役立つ方法だよね。そうそう。うわー、はい、なんていうかな、自分の趣味にしないで仕事に役立てるとかも微笑ましいね。やすみんはね、上手だね。趣味がないんだよ。新しいもん好き。今日は何のひねりもなかった。なんかね、うん、疲れてきた。ひどい。マジで。まあ来年頑張るわ。え、なんでちょっと。おお、あ、次回も頑張らないの？決まった。何？もうね、勝者休み。勝った。こんなにやる気のない人はね、お仕置きだべ。いや、潔く負けてみたいなっていうのもね。おお、まだほらないじゃないですか。そっか。じゃあ潔く負けて、称号を引いて、その称号通りにやっていただくわけですね。なんだろうな、なんだろうな。疲れるやつ引け。疲れるやつ引け。あ、ペンネーム疾風のバーサーカーさん、時間が経つにつれて太る。ちょっと待ってよ、やる気な
でしょ。そうですね。あ、細い、そんなに細い、ガリガリだ。うん、風が吹いたら飛んじゃった。やばい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 。どこがちょうどいいラインになるんだろう。どんぐらいかな。あともう5分ぐらいは見とかないといけない感じがするよね、これね。ああ、じゃあちょっと痩せた緑川さん。みんなもバブル使えてんでしょう。私疲れてない。私もまだまだ元気ですよ。本当に、じゃあ来年俺も専属でいいじゃん。おい痩せてるからって何でも許されると思うなよ。太りましょ。戦える人が戦った方がいいよ。なんか骨折しちゃうし。ちょっと待って、ま、来年から頑張っていただければね、次回はほらカンナさんの回だから。そうそうそう、次回も頑張りましょう。そっか。来年はホイッスルとか持ってくるよ。なんでジャジオに。基本的にやるため。いや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 、いいよいいよ、そういうのじゃなくてさ、もっと元気出していってよ。頑張るからね。リトルマスターズ愛。夏目健介役に緑川光です。テンション引っ張られるな。夏目凛役富安智恵です。ナーミクダレフカ役の音林直美です。声優なんで頑張ります。リトルバスターズ R は、テレビアニメが放送中のリトルバスターズのラジオ番組です。まあそれもね、称号もなんとなくやりつつ、普通にやるところもやりつつ頑張りたいと思うんですけれども、はい、頑張ってるのかと思うと胸が痛い。実は、はい、今日配信日21日、はいはい、クリスマスイブ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 なの。あれ、それ回数間違ってる。いや、合ってるんじゃない。24がイブ、23がイブ、20、合ってる。いや、もうそれ平日でよくないですか。うん、そこまでイブイブ言うならね。でもほら、うん、来週になっちゃうとほらカンナ君との会になっちゃうし、はいはいはい、もう来年。そうだ、だからクリスマスっぽいことがやれるとしたら今回。え、なるほどね。ってことね、なんかこうケーキとか用意されてないと。ないと。ないと。ないだろう。シャンパンゲームな、イブ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 だから。イブだけどね。平日です。残念だね。もうちょっと近ければね。ねえ、なんか、じゃあ、うちらでも軽くクリスマス空気出しときますか。そうだね。ちゃんと差し入れ持って。アロリーメイトが3種類。ほら、カンナ君もね、本当だったらこういてもおかしくないような、一応メンツ的にね。カンナ君もいるかのようにカロリーメイト。それカンナさんにもちゃんとあげてくださいよ。もうそのつもりで、そのつもりでいますよ。どれにしよう、どれにしよう。カロリーメイトを選ぶとか。メープル味。まあメープルがいいな。フルーツ味。うん、チョコレート。いい、チョコもいいな、うん。まあレディーファーストで。すごいね、やった。レディーファーストだって。じゃんけんする？私の方はレディーじゃない？そう。まあ、うん、今日だいぶレディーっぽい。でしょ？見た感じ。前髪とかすごいアイロン当ててきたんだ。それ俺も当ててるよ。あれあれ、あ、ダメだ。今俺って言ったから負ける。はい、じゃあ私フルーツ。ちょっと忘れた。ちょっと待って待って待って。出てったよ。やばい、3人最後の回にとうとうミッションやられたよ。これミッションだ。ミッションだよ。あんでやろう。やばい。しかもね、うん、渡しといた上で、うん、食べないでってどういうこと。あ、そうだ。何？今日、うん、トイレ行きましょうって私収録前に言うの忘れた。本当だ。あれ何気なくさ、毎回のツッコミみたいに言ってたけど、うん、大事だったんだね。あれ大事だったんだよ。まさか帰っ、あ、ミッションコンプリート。これそうだね。そういえばじゃあ、うん、私のミッションどうなったかも今のうちに言っとこうか。聞きたい。一回ね、一回増えたっていうのもあったじゃん。一回増えました、うんうん、増えてワンサイズ上がりそうの1センチ近く手前まで行きました、うん、そこから鍛え方が過ぎましてマイナス3センチしました。え、何それ、鍛え方がひどいと減っちゃうの。わかんない。でもさ、月によってさ、大きい時と小さい時あるじゃん。ある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 。それの一番小さい時に測っちゃったのかもしれないけど、マイナス3センチだった時があったの。でやばいと思って、うんうん、で今測ったところによると、うん、その減った3センチ分は戻りました。戻りました。つまりプラマイゼロ。変わってないじゃん。変わってないじゃん。あれあれ。今年中に行ってないよ。え、
こうさ、緑川さんはこれでコンプリートしちゃったってことは、私とヤスミンだけ残留ってことになるじゃん。そうだね。でも私は数々さ、ミッションをやってきては、ひたすら、失敗してきてるわけなんだけど。そうだね。なんでだろう。来年ミッション変えようかな。それもいいかもしれないよ ね。できませんでしたってことにしてさ。そうだよね。おっぱいはそんなね、簡単には変わりやしない。おっぱいは変わんないかもね。おかえりなさーい。帰ってきた。ああ。ごめんね。ちょっと忘れちゃって。何を？いや、せっかく用意したのにこれ。なんか。それは、皆さん、なんだかわかりますか？ピュリアだ。いや、ほら、手、ね、トイレットペーパーを手を拭くためにそうわざわざトイレに行ってきて、うん、なんかちょごめんなさい、そこまで気が利かなくて。いや、これは、もしかして緑川さん、ミッションが。あ、なんかできちゃってた。うわぁ、やったー、すごい、クリス、イエーイ、クリスマスプレゼントってことか。おめでとう。ティッシュの山どうすんの？使ってくださいよ。はい、使う、はい、わ、すごい、じゃあ男子トイレのティッシュが。これ食べていいですか？ティッシュを？男子トイレのティッシュですからね。そうそう手に入らないですけど。多分同じもの使ってると思いますけど、女子トイレも。ああ、女子力上がるわ。ね。いやでも空気は違うでしょ？違うかもしれません。嗅がない、嗅がない。匂い嗅がない。なんか男子っぽい匂いするかなと思って。こういう風に決まったのね。はい、決まりました。じゃあ早速食べてみたいと思います。やったー。あ、でもこれシメイプルにしたけど、うん、ラインがピンクだよ、ほら、かわいい、かわいい。でも私はこう野菜が好き。あ、フルーツだった。ちょっと気圧、うん、乾杯。え、何？落ちちゃった。ごめん、カロリーメイドに乾杯って何？あるんだよ、お疲れ様的な。はい、乾杯、お疲れ様でした。何の音もしませんでした。皆さん、カロリーメイドをただ合わせただけで乾杯って、今やってくれてる、やってくれてる、多分ラジオの前の人も。は？一回ラジオ止めてカロリーメイト買いに行って、あ、俺もみんなと一緒に乾杯しようってやってくれてると思う。そうだよね、筋肉推しなんだからさ、一応番組も。え、筋肉推しでカロリーメイトの意味は何ですか？みんなもう会ったらコミケ会場とかもカロリーメイトで乾杯。マジで？マジで？いいものゲットできた？できたよ、よかったね、乾杯。乾杯。あ、何味？メープル味？俺チョコレート味。乾杯。何をしてんの？お前らちゃんとコミケで本買えよみたいな。温泉グッズ買っていけよ。カロリーメイト買ってんじゃないよでしょ。いやでもほら、なんかさ、飲み物だとこぼしちゃうとね、まずい。いや、普通は飲み物で乾杯でいいでしょ。いやでもほら、お宝を汚しちゃう。まあそうですけど、カロリーメイト、そういえば液体ありますよね。普通に乾杯すればいいんじゃないですかね。でもこれはね、カロリーメイトブロックだからね。ブロックでいきましょうよ。これあれと、レッドモード入るよね。あ、結構くちゃくちゃ言うね。くちゃくちゃ言うよ、ね。これ、このくちゃくちゃ言う感じがいいんですか？わざと音出さない。鼻水出ちゃった。鼻水でも音を出さないでください。鼻水の音は出さないでください。まだ今カロリーメイト食ってるんで、カロリーメイトと鼻水とかなんかちょっとしょっぱいぞとか、あ、いくらーい。いやだつ。カロリーメイトとか食べてるんで。うん、やっぱ女性なんか食ってるより食べてるんでにしましょう、うん、はい、わかりました。カロリーメイトを食べます。なんかあれか、大塚製薬の回しもんか。どんだけ。ごめん、今どこ行ったの？もう終わり。あ、もう待ってください、オープニングもう。え、嘘、早いところでは11時まで放送されました。はい、まだそんなとこなの？今日京介が騒いでました。はいはい、それでは参りましょう。リトルマスターズ R ミッションスタート。リトルマスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。みんな待たせたな。12月26日リトルマスターズブルーレイ& DVD 第1巻の発売を記念してニコニコ生放送第2弾が決定だ。出演は俺、リン、クドの3人。開始時間など詳細は番組のホームページか温泉のトピックスをチェックしてくれよな。ニコ生、ミッションスタートだ。
験ご感想を言ってきます。おい、ちゃんと飲んでから喋るよ、飲んでから喋るよね。でもこれ言っとくけど、うん、はい、やや太ってくからね。油断してると。あのね、緑川さん、緑川さん、うん、私たち関係ない。どうかな。いや、ちょっとやめて。ライブも風には迎える感じになってきたよ。うん、緑川さんはね、今ちょうどいいですよ。そう、私たちを太らす理由は何かあるんですか。仲間仲間かな。仲間で点が入る感じ。仲間かな。道連かな。道連れだよ。かもしれない。いやだ、年末太るのに。あの、はい、こんな感じですいません、ニコ生決定ですって。あれ、そんなにさらっと言っちゃうの。はい、あ、やったー。あ、じゃ あ, あの盛り上げていきましょうか、うん、これ聞いてる人今初めて聞くの。CM で流れてますよ。流れてる。じゃあいいんだ。うん。あの、アニメリトルバスターズ第1巻発売を記念しまして、うん、12月の26日の水曜日、ニコ生決定いたしました。いや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 、やったー。やったー。あれ？いい感じ。立ち向かえるぐらいちょっと、ふっとりしてきた。なんかでもちょっと弱い感じ。まだ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 。まだだ。風には負けないんだぞ。あれ、萌えキャラ？えらい可愛い感じだぞ。いやー、頑張ろうね。頑張ろうね。発売日だからね、なんたったって。1月、1月じゃない。12月、12月。で、1巻のね。1巻のね、そうそうそう。でも1巻出てないかも。1話から3話までが。テンションが下がるようなこと言うなよ。みんなで盛り上げていかなかったらどうするんだよ。こんなに弱まってる人に応援されているよ。そうだね。俺たちが引っ張っていかなきゃどうするんだよ。そうだよ。そうだな。うん。そんな病弱な人みたいに言われたら、頑張るしかないね。カロリメイト美味しいな。お前急に太りすぎだよ。急に行きすぎだよ。お前ちょっと待って待って。そっからってことはそのペースで行くってことだよ。部屋中になるよ。いいの？あ、よかった、今汗かいた汗かいた。ちょっとシュッとなった。ちょっと感想読んでいこう。よかった、読みましょう。もうなんか大丈夫かな今。イブ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 だけど、いろんなプレゼントがいろいろ来てるよ。本当にね。ペンネーム姉子は世界一位さんからいただきました。全員集合の肝試し会拝見しました。あれ、はい、とっても面白かったです。アニメならではの動きとアクションで新鮮なところがありつつも、うん、いつものメンバー同士の絡みでほっこりした部分もあり非常に楽しめました、うんうんうん、なんといってもピーちゃんの話が感動的になってるところが良かったです。わー、もうすぐワンクールというのが信じられません。リトバスが始まってからあっという間に時間が過ぎてる気がいたします。制作がどこまで終わってるのか分かりませんが、これからも期待しております。いやー、もう鋭利制作中ですよ。そうだね、鋭利、うん、何なんか利益を貪ってる感じ。鋭利って言うんじゃない。鋭いじゃない。鋭いじゃない。鋭い鋭いって言ったと思うんだけどな。そうだね、言った鋭い制作中だね。なんか脅してるんじゃない。鋭利な刃物で制作中。頑張れよ、おい、ほら、鋭利一話から様の間に駆動出すんだ。なんでもいいから出しとけよ。おい、ほら。いやいや、でも、あの、まだね、この回が放送されてない地域もこの地点ではあるわけなんですけれども、あの、みんなで肝試しワイワイとする回が、あの、早いとこでは放送されましたね。はい。うん。楽しかった。楽しかった。やってても楽しかった。そうなの？うん。全員がさ、うん、マイクの前にあんだけ集合すること珍しいじゃん。いや、まあ、でも、そのね、うん、あの、一個前の食堂会でも、うんうん、食堂会っていうのかな、食堂スクエスク会でも結構みんながわちゃーってなってたけど、うん、さらにもっとなんかこうわちゃー感がこう、はい、こっちのグループ、はい、あっちのグループみたいな感じでこうなんかマイクをみんなでこう行ったり来たりしたよね。楽しそうだった。あれ出てなかったんですか。いや、要所要所ですよね。いや、あの、肝試ししたかった。仕掛ける側の人だったから。そう、あ、そうかそうか、参加する側じゃなかったからだ。そう、リキと二人だけで行きたかった。その後にあるじゃないですか、リキとがことがこれからあるじゃないですか。鋭利制作中の部分でね。じゃあ西園さんと行きたかった。え、西園さん好きなんですか。はい、西園さんどこがいいんですか。あの病んでる系なの。でも好きそう、緑川さん好きそう、西園さん。緑川さん、うん、好きそうじゃない。 あの中だと髪の色が好きなんでしょ。風で飛ばされそう。それ同類だからっていう感じかもしれない。それもあるかもしれない、うんうん、
次の感想行こうか。そうね、感想行こうか。もうこの人が干からびちゃう前に。はい、うん、同じようなのが2つ来てるのかな。ペンネーム温泉まんじゅうさん、そしてペンネームチョコレートさんからいただきました。温泉まんじゅうさんの読みますよ。僕は広島の尾道出身ですが、緑川さんの言っていたランチルームはありました。うん、あれ尾道、あれあれれ、いつもランチルームいる栄養管理士の人が可愛かったです。広島にもあったわ。ほらランチルーム、初耳なんですけど。他にも、はいはい、広島出身のチョコレートさんから第10回放送で話されてたランチルームですが、私の学校にはありました。どこどこ、広島のどこって書いてない。ランチルームのクラスは校長先生と一緒に給食を食べられました。何ランチルームって。うち塚市高校、あ高校じゃないよ、中学校だっけ、小学校だっけ、どこだっけ、うん、小学校、小学校、あ小学校だったからかな。中学まで給食あった。小学校はあたいは鳥取にいたでしょ、うんうん、でこっち来たのが中学校の時は給食だったよ。なんか中国地方って給食だよね、割と。給食だった、上の方まで給食だった。高校は弁当だったもん。うん、ランチルームって中身どうなってんですか。中身は一緒なんじゃない、教室と。だって他の、だってそこにいるから、はいはい、予想の教室行けないじゃん。あ、はい、だから比べてないけど、確実に違うのはデザートがある。食堂みたいな空気ですか、その 外装というか、こう中のちょっとなんかこじゃれてたような。えこじゃれてるんだ。ちょっとランチルーム時代じゃない、時代だって、ね、送ってくれてる人が若いかどうかは分かんないです。そうですよね、現中学生とか現小学生あたりの人からぜひ、うん、ランチルームうちあるよって。あ私が聞きに行くの、なんで広島まで。いや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 、ありがとう。いやいや、実費でしょどうせ。やだやだ、体張ってるわ。なんとなくミッションっぽいなと思った。ミッションっぽいけど、うん、できれば今年中に。あとちょっとしかない。もう今クリスマスイベベベベベベだって言ってんでしょうよ。どうすんの。とりあえず友達に聞いてみる。そうだね、なんでかな、なかったな。とりあえずランチルームはなかったな。熊出るからかな。なくてもいいもの食べてるんですよ。あ今ね、お母さんから実家に戻るついでにって言われたけど、うちのお母さんもこっちにもう出てきました。うちもです、転勤ですから。うちもです、実家がない。そうそうそう、まだ行きますか。はいはい、はい、ペンネームもっちーさんからいただきました。もちもち、中学生たちが野球をしようとしてた時、うん、中学生たちが野球、あれか、チーム名はリトルバスターズと言っていたというお便りがありましたが、実際私やりました。私は現役中学生なのですが、ランチルーム？体育の違うよね。混ざる混ざる。現役中学生なのですが、体育の授業の時、ティーボールという野球の優しい版をやりました。ほら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 。ん？その時にチームの名前を考えなければいけない時、チーム名はリトルバスターズだ。音楽入った。かっこいい。いいの入ったね。ということで、リトルバスターズにさせていただきました。原作からのファンなので、リトバスアニメ化めちゃくちゃくちゃくちゃ嬉しいです。これからも頑張ってください。ありがとう。あ、でも、そのリトルバスターズっていう名前をつけてくださってるっていうお便りがたくさん来たそうです。マジで？すげえ。全国に展開してますよ、リトルバスターズが。まずいね。え、なんで？だって、危機ですか？オリジナルはうちらじゃん。そうですよ、うちらですね。まあ、リトルバスターズ会とか。あ、ちょっとちょっとつけてほしいってところですよね。リトルバスターズセカンドとか、あ V とかね、もしくはリトルバスターズアルファとかね、元祖とかつけるとか。別に何でもいいよね、うん、元祖つけられたらもう負けちゃうじゃん。そうか。でも、いやでも嬉しいな。嬉しい。だからせめて、リトルバスターズ会とか、うん、派生した感が、そう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 、うんうん、自分たちより自分たちのっていう、あ、うんうんうん、そう、それはいいかも。オリジナルがあるけれども、うん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 、自分たちは自分たちのリトルバスターズだっていう感、そうそうそうで言ってほしいなって。あ、いいっすね。だから例えばあのリトルバスターズ何々支部とかでもいいからさ。あ、いいねいいねいいね、うんうん、そうだよね。リトルバスターズだけにしといたら、うん、日本中に今あるってことだから、うん、そうと面白くないじゃん。そう、自分たちのっていうのも欲しいからね。え、でもこんなにリトルバスターズが全国の小中に広がってたら、うん、そのうち運動会とかでオープニング流れちゃうんじゃないですか。やばいやばい、もう超嬉しい。そんなだったら君は泣いた後笑えるって言いながら走るでしょ。アンカーに回りました。いやーっつって
それでいろんなリトルバスターズが集まって大会開く。リトルバスターズ大会、ティーボールリトルバスターズリーグ。マジで。チーム名が全部リトルバスターズの、その最後の一文字だけでどうにか判断しなきゃいけないっていう。途中までどこだかわからないっていう。お母さんたち、あ、うちのチームじゃなかったっていう。優勝はリトルバスターズ。貝ですみたいな。そこまでわかんない。貝もいっぱいあるよ多分そうなったら。貝通とかね。そうそう、まあ、ダブってるところはダブってる同士で戦ってもらうから。あ、いい、面白い。不利だよ。だからダブってないのを出してきた方が有利、うん、なるほどね。ダブってなかったらシードになっちゃうじゃないですか、どんどん。そうそう、だからダブってないってだけでもうすでに勝者なんだよ、うん、準決勝までいっちゃうみたいな。よりオリジナリティの高い名前をつけたということで、じゃ あ, あの皆さんぜひつけて戦っていただければ嬉しい。すごい、もうよくわかんないミッションになってきた。すごいな。すごい楽しい。いやでも全国に広がってて嬉しいです、うん、あのそういうお便りも引き続きお待ちしております、はい、こちらリン、コミケ情報を検索中。何何？リトルバスターズ R のラジオ CD がコミックマーケット83の温泉ブース、響きブースで先行発売だと。第1回から第9回までの配信分に加えて、マサトがゲストでやってきた撮り下ろしの特別版も収録。詳しくは温泉のコミケ特設サイトをチェックだ。コミケに行くぞ。ミッションコンプリート。皆さんが挑戦するあらゆるミッションを紹介していくコーナーです。ちょ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 、あのね、さっきあのヤスミンにちょっと行き過ぎましたよっていう話をしたらに、緑川さん今この時点でもうそんなに行っちゃっていいんですか？あの気がつかなかったかな、うん、さっきちょっと言葉少なめだったから。あれ確かに確かに、うん、さっきだいぶ超えてきてたんだよね。あの隙に、あの隙に、あの隙に、確かに、うん、あんまり喋ってなかった。うんうん、徐々に徐々に行っちゃってたんだよね。ずっと来てたんですね。やっぱさすが太ると声帯ギュってされてる感じだね。いや、っていうか、うん、もうね、自分がミッションコンプリートしちゃったんだからってね、うん、ちょっと自由すぎますけどね。そうだよね。最後に向けて笑い方まで、あ、うわ、なんかすごいいい感じですね。ね、せっかい、まあ、この中でミッションクリアしたの俺だけだからね。くっそくっそ、いや、さっきあの緑川さんがミッションコンプリートし最中に、あのヤスミンの現状を聞いたんですよ。失敗しました。あの一回1センチ増えて、その後3センチ減って、今元に戻って現状維持、プラマイゼロです。プラマイゼロ。はい。さあ、でもまあ一応番組来年もあるからね。来年も続けろと。来年も続けるにあたって今すごい壁がある。あ、え、あのいいよ、年変わった時に、はい、あの差し替えてもいいよ。あのごめんなさい、あのおっぱい差し替えるんじゃなくて、おっぱい差し替えるんじゃなくて、あの、はい、ミッションをやっぱりこれダメだったんで、あ、新たな気持ちでっていうのはありかもしれないですよね。うん、ちょっとおっぱいを舐めてたわ。舐めてると思うよ。そうだよね。そう、私なんてね、あんなにいっぱい挑戦してるのに一回もコンプリートしてないからね。わかちゃんもまたミッション送ってもらわないと進まないしね。じゃあ送ってもらってるって感じですよね。え、ニコ生？ニコ生でミッションをしませんかって、やめますか。あ、いやいや、やんない、聞くだけ聞いてみたい。どうなの？なんかやっぱせっかく生なんで、うんうん、皆さんが見てる中でそれをやれば、うん、変なイチャモンとかつけられないで、あ、でも確かに成功できる。あ、イチャモンじゃない、別に緑川さんがイチャモンをつけたとは言ってないですよ全然、うん、分かってるよ。で、どんなのが来てんの？え、どんなの来てますか？緑川さんに読んでもらう？なんだろう、ペンネームリトルキッズさん、緑川さん、タミヤスさん、若林さん、ダイドバース。ダイドバース。前回の放送を聞いてた時、若林さんのもっとちょうだいミッションもっとプレース、それ違うものを欲しがってるという心の声が聞こえたような気がしたので、はい、はい、追加ミッションを提案してみたいと思います。うん、私が若林さんにやってもらいたいことは、はい、外出するときは常に黒のマントを身につけるです。その状態でアニメの放送期間中に21人のリトバースファンに声をかけてもらえたらミッションコンプリート。展開をより盛り上げるために21人目の勇者にはその場で工藤のマントをプレゼントするというのはどうでしょうか。いやー、面白いとは思うんですけれども、あ、そうか、そのリスナーさんにがいなかった時は、うん、ただのコスプレイヤーさんじゃないですか今マントさ。
流行ってるじゃん。いや関係紛れるでしょ。紛れない紛れない、全然超特徴的超特徴的。長い長い、あんなマントしてる人見ない。見ないかな、うん、見ない見ない。あの薬局の、うん、着てる白衣とかあるじゃない、うんうん、あれよりも目立つ。そうか、そうだね。でもあれじゃない、うん、その白でしょ。白よ、白ででかいから。でかいよ。えそんなのあんまないから、えって思って好奇の目にさらされるけど、うん、リトルバスターズ何時から放送中ってこう書いてあれば、ああ宣伝かって思うよ。本人あのね、あのね、それね、私のプライバシーっていうものがね、うん、みどりさん分かってます？家から出るとって書いてあるからね、外出するときはって書いてあって、さすがにちょっと辛いかなと思うんで。そうだね。 あれだマントの裏側ならいいんじゃない？だから宣伝になっちゃう。家から出るときだけすごい、あの何クロークモードとかもとすごいもうピッチって裏側が見えないように家から出て、うん、外からはもうチラッ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 。何書いてあるんだろう、何書いてあるんだろう。あ、リトルバスターズ、これ若林さんかみたいな。ちょっとやめてよ、やだよ、認定されちゃうじゃん。うちの近所の駅わかっちゃうじゃん。やだ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 。あ、じゃあ生放送中ずっとつけてるっていうのはどうでしょう。マント、うん。でもさ、生放送中だったらさ、21人ファンは捕まらないよ。そこ中継、中継する21人、どっか行ける、どっか行ける、それマジで。え、じゃあちょっと秋葉行ってきますって話になっちゃいますよ私。いや中継終わっちゃうよ。終わっちゃうか、まあ、近くどっかには行こうよ、もし着るんなら。本当に一瞬ぐらいで帰ってこれるところ。そうだね。そうだ。え、来てちょっと外出はしてみます。うん、で一人でも、うん、あ、工藤ですか。なんで私工藤かな。せめて工藤にしましょう。若林さんって特定されると NG。 あ、ミッション失敗。でもどっちでもいいじゃないかな。そう若林さん、あ、工藤ですねみたいな感じになったら、うん、コンプリートに行けるんじゃないですか。一人でよくないですか。っていうかいいのこれ。お、でも例えば生放送中にちょっと出て行って、うん、一人に声かけられるように。証拠かは誰もわかんないんですけどね。あ、でもじゃあカメラ生放送だから、カメラあのハンディで横で下にこうやってワイプで、いや、うん、首かしげてますけど、あれできるかなみたいな。そんな技術的なことはできない。まあここ でスタジオが随分地下でいらっしゃるから、頑張ればできるかも。じゃあもしかしたらこれやるかもしれない。やるかもしれないですね。でも機材的に無理だったら、うん、やらないかもしれない。機材的に無理だったら何気なく若ちゃんがお家からマント着てできる。いやだよ。でもしかしたらその生放送中にできるかもしれないミッションがなんかリスナーさんのやつから来てないかな。他にないかな。ないかな。他にあったらいいな。他にね、ありそうだよね。ねえだから普通の人のミッションだから、うん、それをちょっと参考にして私も一緒にできたらなみたいな。そうね、どうでしょう、どうでしょう。なんかありますか。ペンネーム姫南が、これなんて言えばいいの。男マーク、男マークですよね、はい、男マークさん、はい、自分がやってるミッションは5ミリ方眼ノートの縦横1センチのマスを切り取って折り鶴を作り千羽鶴を作るというものです。ちょっと待って、すげー。友達にラジオで生まれたかったら相手が引くぐらいのことをしろと言われたので始めてみました。完成したら温泉に向けて送ります。それでは。待って、もう一回読んでください。5ミリ方眼紙の、5ミリ方眼ノートの縦横1センチのマスを切り取って折り鶴を作り千羽鶴を作るというものです。つまり1センチ台のさらにそれを折ってるってことでしょ。鶴をさらにそれを千羽、うん、きついですね。それをニコ生中地味に挑戦するのはどうですか。やだ。派手さがない。せっかくニコ生なのに、まあ、意外と地味ですね、うん、こういうのはあのコツコツとみんながやってきたのを、ね、私たちがすごいねっていうのがいいんでないでしょうかね。うん、はい、あ、派手系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 、派手なやついきましょう。ちょっと派手なやつやりたい。そうだね、見栄えが欲しいね、はい、ペンネーム元高校球児さんからいただきました。うん、皆さんダイドバース、ダイドバース。今やってるミッションですが、それは腕立て伏せ100回です。単純にそれただの筋トレの報告やないかいと思われますが、その通りです。来年4月から消防士になるのですが、大学で1年ダブっているので同期で先に消防行ってるやつもいて、そいつから走る分はスポーツしてたから大丈夫だけど腕立ては何百回でもできるようにしとけと脅されたので今頑張ってます。
今やってる腕立ては普通のではなく50センチほどの段差に足を置いて、うん、下半身に負担がかかりやすくして、うん、しっかり顎がつくまで下ろします。初めの1セット目がだいたい4から50回くらいで力尽きるのでここを100回できるようにしたいです。ちなみに1セットの回数が10回未満になるまで何セットも続けます。すごいね、頑張れ消防士。うん、やるか。やんない。こんな感じで体張る系はどうですか。いや、あのね、うん、まず消防士でしょ。そうそう、消防士になるんでしょ、目指してる人ね。ね、だからまだ条件は一緒だよ。いやいやいや、私目指してないし消防士目指してないし、うん、助けられたいわ。大体まあでも条件としては消防士の服好きだけど、うん、目指してないし。若ちゃんだって体力あるよ。体力ないよ。あと、うん、あの年齢、あの1ね、大学生4年生を1回やり直したぐらいだとしても22、3でしょ。37だっつって。あれ22、3だと思って。わあ、ありがとうございます。わけあるかっつって。あ、でもどう見ても23歳だよ。本当に見た目でできないっちゅうの。見た目は凌駕するよね。そうですね。だったら、うん、私がこうやって1、2ってやったやつを、うん、ビデオでくるくる回してくれて、うん、それを流せばいいじゃん。もうあ、やる。じゃやんないってば。だからやんないってば。100回とかおかしいでしょ。100回できなかった、ラスト10回までいかなかったらやり直しだよ。なんで、同じ条件で。やだ、やだ、翌日私手だらーってなったまま、読めない、もう手が上がりましんってなる。アフレコできない。そう、譜面だよ、譜面だよ、いただきたい。これない、これないよ、ないよ。ここまではダメか。じゃどうだったらいいの。でもやっぱあれだね、あのみんな、あのギャダ2のファンの人は、うん、体を張ってほしいっぽいよね。まあそうですよね。ていうかね、消防士さんは自分ミッションだから、うん、いいとしても、まあとりあえずね、なんだろうね、なんかできたらいいなとは思うんですけど。まあでもちょっと女の子がやるには基本ハードルが高いかもね。うん、高いね。やっぱ無難にトイレとか行っとく？それでいいですか？やめて。カメラついてるよ。やだやだやだ。なんでなんで？よ、カメラはプライバシーが。だから何度も言ってんでしょ、私のプライバシーを返せって言って。家もバレてるし。ミッションをやるのになんでプライバシーを放棄しなきゃいけないんだい。体張ってるなって。体っていうか私のプライバシーを張ってんだよ。今若林さん確実にトイレに入りました。はい、じゃあ。やだ。違う、今のはあれだから、乙姫だから、別に乙姫だから。わざと大きくトイレットペーパーをカラ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 。やだ面白そう。ね、面白くない。出てきましたが、手を服で拭いてます。違う、マントで拭いてる。和服。トイレ行くミッションやりながらもマントもやってるんだ。あれ、マント、とりあえずマントはつけようかな。えらいね、うん、とりあえずマントを脱がなければミッションコンプリートでいいじゃん、ね、マントの下の方がビショビショです。なんだよ、あれ、それマント便器に落ちちゃったみたいな。丁寧に扱いますよ。別に私物だからってポチャってするわけじゃないですよ。やだ。あのマントの裏に書いてあるマジックで書いたリトルバスターズで3本円中がにじんでなんだか分かんない感じになって。やだ。もうちょっとちゃんと綺麗に扱いますよ。どうなんでしょうね。じゃあ、あの放送楽しみにしてくださいって感じですかね。何かしらかしらやっていきたいと思います。じゃあ、本編の方行ってみましょうか、はい、紹介していきましょうか。あ、もうこれで おしまい。喋りすぎた。はい、じゃあ、引き続き皆さんからの楽しいミッションのメールをお待ちしております。大変なのです。コミックマーケット83の温泉ブースで工藤ランチセットが発売されるのです。あなたのお食事を彩るランチボックス、ナフキン、スプーン&フォーク、ラバーコースターと札づくしのグッズセット、一緒にレッツランチタイムなのです。奥深い名言が生まれた。これは名言っぽいという言葉を紹介していきます。
お願いします。では行くぞ。ラジオネームナンバー6。風が眩しい。ラジオネーム、あなたのお耳の変人。え？塩って砂糖の別名じゃないの？ラジオネーム、高価な効果音。なお、この列車は特急列車通過待ちのため3秒ほど停車いたします。ラジオネーム、部員 B。 クレオパトラ、ヨキヒ、オノノイモコ。ラジオネーム、 NPC。 部活中に隣のラグビー部から聞こえました。あ、やめろやめ、あまた奥深い名言生まれちまったな。いやそろそろ痩せないと死んないちょっと心配になってきましたよ。痩せてもいいのかな。ちょっと痩せましょう。運動したりとかして、ね、運動したりとかしてね。ティッシュを拭いたら脂肪って拭いて取れるの？はい。しかもちょっとほっそり気味だ。ほっそり気味な人だ。うん、便利だね。ありがとうございます。はい、ツッコミどころ満載。いっぱいあったね。なんか今までないぐらい笑ってませんいや、面白くなかったですか？私が一番良かったのは、うん、特急が3秒。そうね、すごい速さ。どういうこと？なお、この列車は特急列車通過待ちのため3秒ほど停車。3秒止まってる間に特急列車がシュンブイン。え、それ本当？いや、これですね、書いてあります。おそらく3分と間違えたと思うのですが、車内にいて客のほとんどがびっくりしていたほどはっきり聞こえました。これなんか大阪とかだったらみんな、おいって。そう、なんでやねんっていう。どないなっとんねん。じゃあ実際に言ったんだ。一切言ったらしいです、これ言った人。言い直さなかったってことだもんね。気づかなかったんじゃない？言ってて自分で。自分はもう3分だと言い切ったと思ったら、特急列車通過のうちのため3秒ほど停車します。バシ123バーン。え、特急は特急っていう、すごい。あと、クレオパトラ、ヨーキヒ、これ三大美女でしょ。そうもう一人はオノノイモコみたいな、本当は紫式部じゃん。あれ、そうだっけ？おのの小町だよ。違う。出た、私。それも名言だよ。でも、まだ女だよ。おののいもも男じゃん。そうだね。子がついてるだけだから、ね。そうだよ。クラスメイトの回答です。三大美女に男性が混ざりました。でしょ？そう。でも、おのの小町からの間違いだから、まあ、ありそうだよね。私、紫式部なんで出ちゃったんだろう。なんとなく日本人なって分かってたから、その辺の昔の人を持ってきたんだよ。そう、そうなの。そう、でもちゃんと女性だったもん。おののいもこは違うよ。違う。おののいもこは違うよ。違うね。面白いわ。それで、うん、え、塩って砂糖の別名じゃないのって。本当？本気？誰？これは料理音痴の姉がある日発した衝撃的な一言です。高校2年生までその事実を知らなかったことが奇跡としか言いようがありません。学校で調理実習とか。あるけど、でも置いてあるものを入れるから分かんないか。基本的に調理実習って、うん、料理担当の人と洗い物担当の人いたじゃん。あー、いた。そう。あとは野菜切る担当で、うん、実際調理したり調味料を入れたりするのは、だってコンロ一箇所しかないし、料理一鍋で作っちゃうから、うん、それ一人じゃんか。確かに。そうなの。でもそういう問題でもなくない？今フォローしたのに、お姉ちゃんのこと。だって、じゃあ逆の砂糖はどうなのって話だよね。だから、お姉ちゃんは調理実習ではずっと洗い物担当だったんですよ。意外にこれ、落とし穴で、これが塩ですからやらなくない？
授業ってやんないやんない、しょっぱいのが塩ですとか言わなくないですか、うん、だからずっとわからないまま、ああそうなんだと思って。お姉ちゃんあれだよ、スイカにかける塩が甘いって感じて、あもうあるある、あなるほどねっていう、あるある、お姉ちゃんに真相を聞きたいね。お姉ちゃんちょっとお姉ちゃん連絡ください。はい、うん、え風が眩しいわ、風が眩しいわ、これは僕の友人が学校の帰る時に太陽が眩しいと言おうとしたところ、間違えてなぜか風が眩しいと言ってしまったことで、僕たちの間では ではよく使う名言になってしまいました。あよくある、まあでもなありそうだけどね、風が眩しいって。どういう時にですか。うん、なんとなくしっくりくる。あでもあれじゃない、よく演出とかでキラキラしてるから、うん、はいはいはい、あれそれってほら決して別に太陽の光がってわけじゃなくて、うん、演出的になんかこういい雰囲気の時に風がキラキラして通り過ぎていく時にきっとなんか風が眩しいなって言ったら、まあありな気もしない。あり、あり、なんか詩的な雰囲気があるし、その表現的にありな気がする、うん、そうだね、うん、なんかちょっと心象的なことを言ったみたいな、あなってるなってるムードに、まあ、うん、これいいね。何歳だか分かんないけど、あんまりちっちゃい子がいてたら心配になるけどね。あま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 あ、でもいいと思う なこの感覚いいと思う。いいと思う。あとね、最後の気になるね、うん、あのラグビー部から やめあえラグビー部って男ってことでしょ。全員男だと思います。男でやめやめ、あーラブ部で何が起こったのかが気になる。聞かなかったの結局。そうこれはですね、中身は一体何がしか書いてない。ああまあそうなっちゃうよね。でもまあ俺から言わせてもらえば、言わせてもらえば、はい、やめでしょ。やめ、うん、いやもうそれしかないそれどれだ。だからそれどれ、そのそれの部分を、それってやっぱりそれってもうあれしかないですよね。だってもうやめって言ったらもうじゃあやめっていう、やめそれだ、はい、だって時間ならやめてくださいよとか、あ先輩に言ってるなら、やめろよ、やめはもうもう分かれよって言い方一つじゃないですか。えでもやっぱでも確かに男性から言わせてもらえばね、ないよ、やめで止まるの、やめろよ、やめてくださいよ、やめてよ、やめだってやめって言ってたんでしょ。やめそして、あまあまあそういうことですよね。そういうことで、ラグビー察してください、はい、察してくださいね PC さん、よろしくお願いします。以上奥深い名言が生まれたでした。リトルバスターズ R、 はいエンディングです。おいどうした、口の中なんか入ってるぞ。ちょっと今雑談してる時にお腹が空いたから、うん、残りのお茶飲みました。おお可愛らしい感じですね、食べて喋るとお嬢さん。ありがとうございます。なんか CM でも何か紹介してたね。ダンスボックス。え教えて教えて、ダメがよかった、口の中からなんかプッて食べちゃったの。はい、ですね、うん、CM でもやりました学童のランチボックスが出ます。イエーイ。はい、お弁当はもちろんサラダとかフルーツを入れるですね、うん、あのなんかタッパーみたいにするのもいい感じですね。かわいい、うん、ブルーなんだね。そうなんです、綺麗な色ですよね、うんうんうん、そして、ステンレス製のスプーン&フォークは、うん、あの柄のところだけじゃなくて、うん、先っぽのところにもなんとクドがいるんですよ。え、ほんと、あ、ほんとだ、うん、顔がある。じゃあ何、クドをこう食べちゃう感じですか、舐めたり。ナイス、まさにそうですよ。やめてください、やめてください。やめてください。みんなしておとなしく何やってんですか、落ち着いてください。そしてそして、水に強いラバー製のコースター、水筒を置いたりとかね、濡れてもいいもの。水筒はさ別に水なんか濡れてこない、なんかだんだんビショってなるものを置いてる、そうそうそう、ビショってなるものを置いてください。ティッシュペーパーとかね、うんうん、そしてナフキンは大判サイズです、うん、はい、工藤フルカラープリントしてますので、うん、はい、皆さんこれをくるって包んで、なるほどね、そう全部包んで、うん、どっかにお出かけみたいな。わー、はい、盛りだくさんだね。していただきたいと思います。これイベント価格でですね、うん、5000円でございましょう。はい、
ぜひぜひ使ってください。はい、他にもですね、リトルバスターズミリタリーファッションの定番の M51 ジャケット、はい、黒のこれかっこいいですよね、すっごい、うん、あ、そうなんだね、うん、黒なんだね。これロング長いですか、腕が細そうからね、こういうちょっと長めのコートっぽい感じでのがあります。そしてメッセンジャーバッグ、うん、はい、あとデイバッグ、うんうんうん、そしてセンスなど、うん、はい、兄弟ラジオのラジオリライト、うん、ラジオリライトの最新刊ボリューム6も発売されるので、こちらもぜひぜひよろしくお願いします、うん、はい、お願いします。さらにですね、もうこれすごいな、リトバスとあの新日本プロレスがまさかのコラボでしょ。え、マジですごい。リキ、リン、キョウスケ、マサト、ケンゴの5人をデザインしたコラボ T シャツを12月29日から始まるコミックマーケット83新日本プロレスブース、新日本プロレスブースで売るの。え、そっちで売るの。そっちで売ります、見て発売することが決定しました、あ、すごいじゃん、あの背中に新日のマーク、あのタイガーのマークが入ってる、ついてるんです。その横にリトルバスターズって入れてもらってる。すげえ。サイズは SMLXL。 そして新日本プロレスのブースは西地区の4階、西4ですね、企業ブース152番となっております。そしてさらに30日と31日には重心サンダーライガー選手、高橋学選手が来場し、イベントも開催します。大物じゃん。ライガー私すごい好きだったの。すげえ、なんで過去形違う、その当時に好きなんです。ライガーもしかしたらあれだよ、コミケ用のコスチュームで来るかもしれない。え、マジで。じゃあ分かんないけど、ほらよくあの大会ごとに結構変えてくるから、あ、色とかさ。え、マジで超会いたい。分かんないよ、コミケ用のなんかもう特注してるかもしれないよ。やった。で、この T シャツ着といてくれるんでしょ。してくれるかもしれない。ちゃちゃちゃって言いながら、下手したらミッションスタートぐらい言ってくれるかもしれない。どうなんでしょう。新日本のコミケ特設サイトでも順次販売商品の情報を紹介していきます。にゃにゃーと。ここからどんなコラボミッションがスタートするのか楽しみにしててくださーい。うわー、すごいな。すごいコラボですね。やばい。しかもね、すごい。いや、今までリトバスのアニメが放送した直後に、うん、新日本の選手が筋肉がアップになって、みんなはリアルだって思ったと思うんですよ。まさか本当に、ねね、すぐ筋肉になってたからね。そう、実際に行ってもう筋肉を、たくましい筋肉を堪能していただきたいな。ぜひぜひ、こう、なでなでとかね、まあできないかもしんないけど、そう、うん、筋肉があると T シャツ映えも違うなみたいな感じで、リアル筋肉に触れていただきたいなと思います。その他リトルバスターズ関係のお知らせとしましては、おいおい、まず、明日12月22日にブシロードのカードゲームカオス TCG にアニメリトルバスターズが登場いたします。まずはトライアルデッキですので、うん、リンちゃんを自分のパートナーとして戦ってもらうデッキとなっております。なるほど。後々誰でも使えるようになりますんでね、うん、そして12月の26日ですが、FM 大阪そして響きラジオステーションで、あの放送を配信しております夜中メイクが気になったからという、はいはい、ラジオ番組、はいはい、こちらの方にですね、タミヤスゲスト出演いたしまして、26日発売になりましたアニメリトルバスターズ DVD ブルーレイディスクの第1巻の宣伝をしてまいりました。千秋ちゃんが出てるやつ、ね、そうですね、うん、初めて千秋さんに会いました。あ、マジで、はい、はい、言われた、ジューシーって。ジューシーは言ってもらわなかった。本当にポーリーも言われなかった。マジで。ヤスミ超可愛いねって言われなかった。私はあの千秋さんの胸元に釘付けでした。いやー、のこの父はすげえっすよ。すごいっすよ。あと足も綺麗っすよ。もう神降臨でしたよ。いやー、すごいっす。よかったですね。すごい素晴らしかったです。よかったよかった。放送楽しみにしてください。そして12月の31日、東京 MXBS11 で放送があります武士もアニメ祭り、うん、こちらの方は19時から22時となっておりますが、このアニメ祭りの中にリトルバスターズコーナーがあります。さあ、やば、うん、はい、こちらのリトルバスターズコーナーの、中で私コメントをさせていただきました。あのリトルバスターズのアニメいろいろと振り返りたい方なんか、ぜひぜひこちらの19時から22日、まあ、31日コミケですから、まあ、コミケをちょっとね早めに切り上げて、ご家族と一緒に大晦日を過ごしながら見ていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ってなことで、私たち的には、はい、若ちゃんと私は年内最後のリトバさん、そやですよ。今年もお世話になりました。いや、こちらこそ本当に、いろいろ1年間あれ1年やったか、1年もやってない、まだやってないな、十何回だっけかな、そうだ、ね、12回か、うんうん、まあでもなんかもういっぱいお世話になりました、ね、はい、また来年もそうですね、よろしくお願いします。なんで来年は本気出して、いやでもさ、はい、本気は出すけど、うん、あの俺の持論だけど、いやほら
12月31日にピークにしようかなと思ってるから、まあゆっくりゆっくりいきます、うん、うーん12月の31日、来年の、うん、2013年の12月31日にピークになるってこと。そう、ああ俺最高っつってもう次の年になる感じでゆっくりこうレベル上げていくんで、うんうんうん、ということは結構低いぞ。ということは新年一発目だいぶテンション低いぞ。あれ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 次回会うの怖いぞ。でも声優なんで、はい、あの若干のあれはできます。そうですよね、上げ下げは、それ演技でね若干どころじゃなくて2013年最初から飛んでいこうよ。まあちょっと頑張ります。そうですね、まあ、年長組あの次回カンナ君と LINE どうするみたいな話も交えつつ、きっとそうなりますよね、うん、そうですね、あきっと楽しい年末になるんだろうな。そうだね、まあ緩く頑張ります。まあそうですよね、あのねまたニヤニヤしちゃうかな。そうだね、うん、楽しみだね。はい、まあ、じゃあ私たちはこれで、うん、まあ、ニコ生がまだありますけど、そうですね、うん、はい、じゃあそのも頑張りましょうね。はい、頑張りましょう、はい、そのわけでお相手は夏目恭介役の緑川光と、夏目凛役の民安智恵と、直美くだれはか役の若林直美でした。さようなら。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブリエコミュニケーションズの提供でお送りいたしました。